アイコアリーアイコアリーアイコアリーは2007年にニコロデオンで放送された同名のテレビシリーズを元にしたアメリカのストリーミングテレビリバイバルシリーズこのシリーズにはミランダ・コスグローブ、ジェリー・トレーナー、ネイサン・クレス、デイシー・モズリー、ジェイディントリープレットが出演しておりコスグローブ、トレーナー、クレスはオリジナルシリーズの役柄を再演しているこのシリーズは 2021年6月17日にパラマウントで初配信された。本シリーズは2020年12月に発表され、コスグローブ、クレス、トレーナーはオリジナルシリーズから引き続き出演する。オリジナルシリーズでサムを演じたジェネット・マッカーディは女優業を辞めており、過去のキャリアを恥ずかしいと感じた結果、リブート版ではサムパケット役を再演しないことを発表した。 共同ショーランナーとエグゼクティブプロデューサーは J. 光源とあり終点が務める。2021年2月には光源がコスグローブとの創造性の違いを理由にプロジェクトを離脱したと報じられた。またリブート版は全13話で構成されパイロット版の監督はフィリップ・ルイス。脚本は光源と終点が担当することも明らかになった。5月には 2021年6月17日から配信を開始することが明らかとなり、ティーザー画像も公開された。6月1日、本作の公式トレーラーが公開された。2021年3月には、カーリーのルームメイトで親友のハーパー役に、レイシー・モズリーが、フレディの卑劣でソーシャルメディアに、夢中なぎりの娘ミリセント役にジェイディントリプレットが、キャスティングされたことが報じられた。 キャスティングが発表された以降、モズリーが演じるハーパーをサムの代わりとみなしたファンからの攻撃の的となっていた。これに対して、脚本家のフランチェスカ・ラムジーは、モズリーの演じるハーパーはサムの代わりではありませんとツイートしている。2021年3月、撮影が正式に開始された。最初の3話は2021年6月17日に公開され、 その後のエピソードは毎週公開される予定である。ありがとうございます。